JR 日本本線、龍賀水駅より、鹿児島湾を望む。手前に見える道路は、国道10号。平成5年8月豪雨は、1993年8月1日に、鹿児島県姶良郡を中心とした地域を襲った、集中豪雨いわゆる8.1豪雨と、同年8月6日に、 鹿児島市を中心とした地域を襲った集中豪雨いわゆる8.6豪雨を含む同年7月31日から8月7日にかけての一連の豪雨災害に対して気象庁が正式に命名した総称。鹿児島県内のマスコミ各社ではいわゆる8.6豪雨のことを指すことが多く、同年9月の台風13号も8.6。 水害のあった1993年の台風13号と紹介される。1993年の夏は梅雨が長引き、7月下旬になっても太平洋高気圧の勢力が弱かったため、梅雨前線が日本列島に居座り、記録的な冷夏となっていた。気象庁は例年通り7月中旬から8月上旬にかけて、九州から東北地方の梅雨明けを発表したが、 梅雨明け発表後も、前線と台風の上陸による大雨が相次いだため、東北地方から九州地方にかけての梅雨明けは全て撤回され、沖縄県と奄美地方を除き梅雨明け日が特定されない異常な夏となった。また、台風の接近、上陸も多く、7月下旬の短い期間に3つの台風が相次いで上陸し、うち2つが九州地方に上陸。 さらに8月には台風7号が九州に接近し、8月下旬には台風11号が関東地方に接近し、北海道に上陸した。1993年の台風上陸数は6つで、当時の最多記録となり、記録的な冷夏によって農作物の例外が発生し、稲の生育に深刻な影響が出たため米不足に陥った。 1993年6月から7月にかけて、梅雨前線の影響により、鹿児島県を含む九州南部各地で総降水量が1000ミリメートルを超え、土石流や浸水の被害が発生した。7月9日に、九州南部地方は、梅雨明けの発表が出されたが、1週間も経たずに再び、梅雨前線が南下し、戻り梅雨が続いた。同年7月27日には、 台風5号が大隅半島を縦断し、さらに同29日から30日にかけて台風6号が九州の西側海上を通過し、長崎県に上陸、各地に大雨を降らせた。7月27日から30日までの雨量は九州南部各地で100ミリメートルから300ミリメートルに達した。長期間の降雨により地盤が緩んでいたところに、 以下の集中豪雨が重なった形となった。8.6号以後も天候不順が続き、その3日後の8月9日には台風7号が九州再開場を通過し、再び土砂災害を引き起こした。台風7号通過後は一時的に天気は回復したが、その後は再び前線が停滞し、九州地方は雨の降る日が多くなった。8月下旬は晴天に恵まれたが、 7月9日の梅雨明け宣言は撤回され、結局は梅雨明けを特定することができなかった。そして、9月3日には大型で非常に強い台風13号が、中心気圧930ヘクトパスカルの勢力で、鹿児島県に上陸したため、再び大災害が発生した。土石流の被害を受けた、桜島サービスエリア1993年8月1日午後から、 鹿児島県姶良郡を中心とした地域で1時間あたり最大104ミ、mm、リメートルの猛烈な雨が数時間降り続いた。溝辺町の雨量は1日で450ミリメートルに達し、鹿児島県中央部の各地で死者23名を出した。また、各所で土石流が発生し、九州自動車道、国道15をはじめ多くの道路が通行止めとなった。 桜島サービスエリアの建物も土石流の直撃を受けた。日本本線の国部駅大隅大河原駅間は線路の森土が崩壊するなどの被害を受け、長期間にわたって普通となり、バスによる代替輸送が行われた。鹿児島県姶良郡及び国部市を流れる青森川が増水し、流域各所で被害が発生した。 上流部の横川町中心部において244戸が浸水の被害を受け、中流部に点在する新川渓谷温泉郷の宿泊施設も被害を受けた。また、下流部に架か,かる新川橋と日東山橋が破損し、通行止めとなり、いずれの橋もその後に掛け替えられた。鹿児島市内にあった高月川五国橋の原村寺の一図。因は8.6水害で崩落。 流出した石橋。印がない橋は石橋記念公園に移設保存されている。龍が水駅の構内。左手から流れた土石流が駅などを直撃した。1993年8月6日午後より、鹿児島市を中心とした地域で1時間あたり最大99.5ミ、mm、リメートルの猛烈な雨が数時間降り続いた。 鹿児島市の雨量は1日で259ミ、mm、リメートルに達し、鹿児島市内を中心として、死者48名、行方不明者1名となり、重軽傷者は52名、家屋の全壊は284個、半壊は183個となった。この豪雨で水没した市内や龍が水地区で土石流に巻き込まれ、土砂に渦漏れて大破した列車の様子は、新聞、テレビなどで、 大々的に報道された。鹿児島市中心部を流れる光月川、稲荷川、新川が増水し、江戸時代に光月川にかけられた光月川五国橋の、内新上橋と竹行き橋、鹿児島県内最古の石橋と言われた稲荷川の、実家堅い小橋が流出し、川から溢れた水により、光月川流域の天文館、西鹿児島駅、稲荷川流域の上町地区、 新川流域の氷本地区などにある約1万2千戸が浸水の被害を受けた。竹雪橋崩落の瞬間は、たまたま現場に居合わせた人によって撮影された映像が残されている。河川の氾濫により、鹿児島市電は軌道上に土砂が流入し、8月9日まで全面運休となった。高月川沿いを通る国道3号は鹿児島市総。 ムタ付近で深さ約2メートルの水に浸かり、鹿児島市小山田町付近も、軽岸侵食により、大きく陥没するなどして、長期間にわたって通行止めとなった。また、河川の氾濫により、甲月川流域にある川島浄水場は、施設が全面的に冠水し、稲荷川流域にある滝の、上浄水場は、濁流のため取水設備が損傷したため、 鹿児島市の給水能力の60%が失われ、はじめは約7万6千件、最終的には9万7千件で断水した。8月14日に浄水場が全面復旧するまで被害のなかった事業所が所有する地下水や湯水利用の排水と万の瀬川用水による南部浄水場の浄水能力強化、民間応援隊による給水活動、 および全国からの飲料水の救援物資の配給が行われた。止水道局給水車最大55台、自衛隊給水車101台が出動し、給水活動を行っている。鹿児島市吉野町の花荘地区にあった花荘病院では、裏山で発生した土砂崩れが直撃し、巻き込まれた入院患者と避難住民の15人が死亡する3時となった。その後、 花草病院は一年にわたって休診となった。その後、病院は鹿児島市吉野町の高台に移転新築された。旧病院は、取り付け道路が非常に狭く重機の搬入や解体した廃棄物の搬出が困難なことと、建物を撤去した場合地盤が崩壊する恐れがあるとされているなど、諸般の理由により解体されず閉鎖されたまま現在も、 災害当時のまま残されている。鹿児島市北部の龍河水駅付近では、沿線約30カ所で土石流が発生したため、鉄道、道路ともに完全に孤立し、自動車約800台に乗車していたものと龍河水駅に停車中だった上下線の普通列車3両の乗客の合わせて約2500名が取り残された。この中には前日の8.1号による土石流により、 通行止めとなっている九州自動車道を迂回するため国道10号を通行している自動車も多くいた。また、アイラ軍溝部町にある鹿児島空港から鹿児島市内の鹿児島県庁に向かっていた当時の鹿児島県知事である土屋義輝も龍が水で孤立した自動車に乗車しており災害対策本部に対して船による救助を車載電話で指示し孤立者の救助の後に 鹿児島県の漁業取締船で鹿児島県庁に向かった。孤立した人の中には土石流に巻き込まれ鹿児島湾に投げ出される人もいた。また、日本本線の龍ヶ水駅で立ち往生した旅客列車が土石流に巻き込まれて大破した。ただし、乗客は乗務員の指示により事前に避難して乗客、乗務員ともに全員助かった。なお、 当時避難救助活動に従事した乗務員のうち運転士1名が2週間後全速発作が原因で亡くなり最終的に労災が認定された。孤立した住民や通行人土石流に巻き込まれ鹿児島湾に投げ出されたものは近隣の漁船や桜島フェリー海上保安庁の巡視船によって海上から救出された。この時の救出の様子が偶然 現場付近で銀行強盗の検問中だった警察官二人を中心に NHK プロジェクト X 挑戦者たちや富士テレビ奇跡体験アンビリバボーに取り上げられた。また TBS 系報道30時間テレビでも南日本放送の報道記録として紹介されている。国道10号はその後しばらく通行止めとなり復旧後この区間には 雨量計が設置され連続総雨量が200ミリメートル以上になると通行が制限されるようになった。日本本線鹿児島駅国部駅間は同年9月18日まで普通となり、火事機構からの船舶やバスによる代替輸送が行われた。鹿児島市高来町にある南日本放送では放送会館周辺が冠水し、ラジオ中継車3台多数の車両が水没で、 使用不能となった。テレビ中継車2台は、日置郡移住院長でのゴルフ大会収録のために、出ていたことで、冠水を免れた。海館の建物は、水害対策として約1メートル高くしてあったが、月水管等から逆流した水で局内が浸水し、居合わせたスタッフ等の必死の排水作業で、主張性質を死守し、放送を継続した。この際、 細川森弘首相就任の報道特番に割り込む、格好で全国へ向けて被害の第一報を放送、その後21時からの全国ネットのドラマを途中で打ち切り、ローカルの災害放送に突入し、その後長時間災害情報を鹿児島県民に伝え続けた。一方この水害後に地元の春遠藤書店が発行した体験記によれば、 MBC ラジオは細川内閣の情報ばかりで、水害に関する情報がなかなか出てこなかったとのことで、ある。この時の反省を踏まえ、鹿児島市は地元に密着したコミュニティ FM の開局準備に着手し、1997年10月1日に鹿児島市 TFM が設立された。ありがとうございます。